ダメだよ12時超えてるよって言われて、違うのよ。でそれでみんなで同時に一緒に見ようってことになってるんですよ今日。それがね45分からみんな一斉にって感じなんだけど、で私無理だなと思った、多分なんか寝ちゃいそうと思って、早めに始めてずっと喋ってれば多分遅刻することはないだろうなと思って早めに来ちゃった。そうだから無駄話しよういやなんか寝ちゃいそうな気がしたんだよね。なんかめっちゃあれだね、久々だね、なんかこうやって12時をさ超えて、でしかも深夜に同時視聴、なんか前もやったよね、前もなんかでやった気がする。真面目だっけ。あーやったね、そうだ。あでそっか、全員が全員見れるわけでもないのか。じゃあ見れる人は一緒につけて見て、見れない人はちょっとコメントと私のやつで言うって感じで。関東のみか、あ関東ローカルってことか。ブンブンエイトもやったっけ。でブンブンエイトの記憶がもうないやったっけ、どうでしょう、いた、私やってた、記憶が全くないや、やってたっけか。豆腐プロレス、あ私はね豆腐プロレスはね出てなかったのよ。右目でテレビ、左目でショールームを見る、すごいすごいスキルですね。もう5年も前、そんな5年も前の話になるんだ。うーん、これなんちゃった、これか。TikTok 見てよ、わあ嬉しいあれ2段に分かれてやってたのか、ちょうどジャケ写を撮影してた時にその TikTok で流すよみたいなやつもみんな撮ってきた。なんかさ AI みたいな Siri みたいな人が喋ってるのあれ何なの私は TikTok のアプリを持っていないから、あの URL をチョンってやったらそれだけ見れるみたいなのに飛んでってやるんだけど、なんか開いた瞬間すごい AI みたいな人が、彼女がなんとかかんとか言って なんだね、あれ おかしくない、あれああいうのが流行ってるってことなのか、私全然 見たことあんまりないからさ、流行りとかちょっとあんまり疎いんだけど、流行ってる歌とかは知ってるんだけど、どういうものが流行ってるとかはちょっと疎くてですね、なんだなんだあれそう片言っていうか、読み上げ機能使ってる人が、そうなんだ、じゃあ流行ってるんだね。あこれねパジャマじゃないんだ、これはねレッスン、今日レッスンとかがあって、だから今日めっちゃピンクすごいピンク、そうそうそう、このあとそう結構ほとんどのメンバーが多分このあと配信すると思う。まあみんなも45分と言わず結構ね
来そうな気もするけれど。あーそう、三つ編み、三つ編みして二つ縛りにした。お風呂入ってない、見終わったら入ろうと思ってフォローしましたありがとう。そう、 MC は霜降りさんです。今日の髪型もセルフ、うん、自分でやった。自分も今日茨城センス行ってきました。おしゃれでびっくり、嬉しい。やっぱりね、銀座というおしゃ町にあるのですごいおしゃれだよね。私も最初行った時店構えがおしゃれすぎてびっくりした。あーそうね、なんかいつも隣のパン屋さんにぎわってって、最初何屋さんか知らなかったから。パン屋さんなんだ。それはさ、なんか一つのパンが売ってるとかじゃなくて、いろんなパンが売ってるの、あそこは。今度行った時行ってみようかな。やっぱり目的地が茨城センスだから、あの辺歩いててもあーなんか明かりが素敵な感じと思って、実際にお店には入ったことないんだけど、こうなんか行きやすい時間帯とか日中とか行くとさ、いつも行列作ってさ、食パンのお店なの？他にもなんかいろいろあるの？そこら辺アンテナショップ。確かに新橋とか銀座あたりってさ、もうすごくない？アンテナショップ全部ある北海道ってどこにでもあるよね。強いわ。パンが3種類あるの。そうなんだ。最近朝にパン食べてないな。あれ0時過ぎてます。あ、やっぱみんなこの時間やってるのいけないことだと思ってる違うの、今日は同時視聴するよって公式の言ってたでしょ。公式のツイッターの人が、初回だからちょっとみんなで盛り上げてワイワイ行きましょうぜ会ですよ。もう今日は確かにね、テロップやるか。あれどうやんだっけ、テロップ。さよなら森さん。これでいい、これで理解まあでも初回は私そんな始まる前にそんな言うことでもないけど、でもあのこの間たくさん撮ってきたんだけど、まあ、確かに あのホリプロのマネージャーさん、私についてくれてる方がいらっしゃるんだけど、結構いろんな仕事、あのコンサートとかでも舞台とかでも結構顔を出してくれて、いつもこう見守りに来てくれるんだけど、なんかこの今回のさよなら森さんもなんか「あ、今度行くね」って言って「おーい」って言ったんだけど、でもやけに言われるから「今度行くね」って「うん、この間も聞いたな」と思いながらそしたら「あの一郎さん」っていうんで、あのファンクラブとかね、スモーワールとか来てる方、なんかすごいあのごめんちょっと今集中しちゃったこっちに
知ってる方もいらっしゃるかもなんだけど、イチローさんが出てきて、この間、まだこれはね出てないやつだからあんまり言えないんだけど、そう、もうね、もう私がすごい大変な思いをした回もあるので次の次くらいのやつもお楽しみにしててください。びっくりした。えって本当に嫌だった本当に嫌だったな、あれ。でも企画はすごい面白かったと思います。今日はまず、もうね、今日は何に注目してほしいか、あ、でもどうだろう、どんな感じになったんだろう。私も今日初めて見るから、もうレミタンが可愛すぎて、本当に可愛かった、応援したくなる。なんかやっぱりその曲とかもね、まだ経験とかさ、何かでここで披露しますっていうのがある。なんかまだレミタンはその少ないだろうから、多分知ってる曲もまだ多いんだろう、多くて、きっと。でも分からない中で一生懸命頑張ってる、そう、ちょっとまだ言えないけど、その時になったら言うけど、そう、なんか頑張っててすごい可愛かったお楽しみに。髪結構伸びたね。うーん、そうね、確かに今人生で一番長いかもしれないね。あ、おいしそう。びっくりたんより長い、どうだろうね。まだびっくりたんの方が長いんじゃないかな。何見てるの？これ4チャンネルだよね。なんか世界一のソムリエみたいなやつやってる。なんだこれ、なんか、ん？料亭？音消しちゃってるからちょっと 何をやってるのか分かんないけど。ロング好き、嬉しい。私もロング好きロングのままでいたい。シンデレラタイム、シンデレラタイムって何？な、このオレンジの文字なんだ？あ、初めて来たとかになるとこれが出るんだ。なんかいろいろ変わったね。背徳感？背徳感って何？眠いよね頑張ってあともうちょっとだから、もうちょっとでもいいか、まだだね、30分ぐらいあるね、まだね。寝なさい。寝れないんだよそれが寝れないんだよ関西の方はね、ちょっと今このこれと同時にっていうのはちょっと厳しいかもなので、はい、ちょっとフールとか言ってもらって
茨城は見え、見える見える、茨城見える、関東だから。いや間に合うのかな、それが心配。うりゃ、ほんとだ。なんかすみません、お城が飛んできた。あ、コリンくんがお城を、ありがとう、ありがとうございます。なんかさ、このオレンジのやつ、みんなが初めて来てくれたよっていうの分かる、すごい嬉しい報告なんだけどさ別の方がいいかもね、こう流れるのがね。ねえ、まだまだだと思う。あれ59分でしょ。でも普段この時間何してるっけ。割とでも結構 SNS 上げなきゃ、なんか写真とか上げなきゃーと思って、結構イジイジしてるから。でも今日はちょっと確かにちょっと眠いかもしれない夜は強いの、いや、なんかいろいろやってたら結構遅い時間になっちゃうって感じ。なんか やっとこういろいろさ、忙しかったっていうか、なんか自分のスケジュールに余裕が持っててきたから、自分の時間がすごい増えてきたから、今のうちにと思ってそういろいろご飯を食べたりお買い物行ったりを今すごいして充実してるから、あともうちょっとしたら本当にまた忙しい日々っていう感じになってしまうので。めっちゃあげたい写真あるのよ。本当は1日3回ぐらい投稿したいぐらい。でも我慢して1、2回に頑張ってる。だから今ね、すごい、そうね、幸せだね。そんなさ、バン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 なんか載せてたりしてたらさ、飽きちゃうでしょ。そろそろ YouTube 始める？うん、始まんない、始まりません私はあのファンクラブの中のやつでとても満足しているので。今夜の実況かわいい。
私本当に本当に私歌ってる時ポッケに手入れてて自分で本当気持ち悪いなと確かにね、確かにややこしいって言われるの分かる。違う違う、気取ってるわけじゃない、気取ってるわけじゃないんだよ。なんか声出しとかねしてるとき他の人がいると恥ずかしくて人がいないとがっつり踊って練習してあのアップしようってなるんだけど、他のこの共演者の方とかなんかそのマルオさんとかいらっしゃるとなんか自分がアップしてる姿を見られるのがすごく嫌というかすごい恥ずかしいなって思ってしまって思いっきりできなくて、あのそれがあのポッケに現れてしまいました自分で動画撮って確認して本当にうわキモって思った。写真集出してよ、その声が聞けただけで本当に需要がないでござるよ本当に明日は何時起き？あの朝はそんなに急がなくていいから、社会人としたあの起きて起きていってほしいなっていう感じの時間にちゃんと起きようと思います。あるでござる、絶対ないでござる、大丈夫大丈夫。もじまるかな、まだか、でももうそろそろみんな来るんじゃない？早めに始める戦略、いやこれは私がただ遅刻しないように0時からのあの間の時間を一人で乗り越えられるように早めに始めた。おかげさまでこの45分規定の時間に遅刻せずに岡部凛おりますよ落ちたらそれはさすがにないでしょ、それは大丈夫。もうみんな続々と来るんじゃないでしょうか。お、奈々さん始めたってよ。そうだな。なんででしょうね。今日はいつも余裕で起きてるくせに、今日だけちょっと眠気を感じるという。
お、続々来ておりますね。じゃあみんな来たから寝よっかなとか。そうそうそう、みんなで一緒に見ますよ。毛利さん、さよならを。さよなら毛利さんだけど。美味しそう。つなぎつなぎつなぎ初回は多分もうあれよ、あのネットニュースとかで出てる。本当にもう初めお互い初めましてだから、霜降りさんがあの私たちとあの何名か AKB じゃない子たちが混ざってこの中に紛れ込んでいる偽というか AKB じゃない子を当ててみやがれみたいな感じのやつ。でも本当にみんな可愛くて、確かに霜降りさんから見たら絶対もう分かんないだろうなってぐらい本当に可愛い子をそういうところから選んで選出された可愛い子たちが混ざり込んで、そうだね4人だったかな。あーね、昔もやってたよね、あれだよね、お正月の時だっけ、あの着物とか着て、私もそれ 見たことある、見てた。またね、そうファンの人はねみんなわかるけど、でもあれはさ MC の人にとかじゃなくてさメンバー自身がさ気づくかどうかのやつじゃなかった？今だったらさすがにわかるな。うん、私は霜降りさんはじめましてだった。ね、懐かしい。あとは正直将棋とかあれも好きだった。遠隔っていうか罰ゲームでかな、モニターはあるんだけど、マリコ様とかが食堂に行って一人で遠くから指示されたことをめっちゃアウェーの中でっていうかレストランで一人でなんか命令されたことをやって、なんだこいつって思う説明あ、わかる、みんなみんな見てたね。えでもね割とやってみたいかも。あれもだってスタジオではみんな見守っててくれてるんでしょあれ私なんとなくさ周りもあなんかやってるんだろうなって察してはくれるでしょきっと。あれ面白そう。でも面白がってる人がやっても全然面白くないから、人のご飯食べちゃう、多分今のご時世だったら絶対できないけど、でもあれは見てて楽しそうだなって思って見てた。発見のやつでもあれ高いらしいよ、なんかめちゃめちゃ高いらしい。わかる、私たちは本当に嫌だけど、私はまあドッキリかけられたことそんな経験ないけど、でも見てる側的にはさドッキリってやっぱ一番おもろいよね。わかる。うん、一番嫌だった罰ゲーム、私なんか罰ゲーム今までやったっけ、なんだろうね、
でも、ま、言えないけど、この間やったその罰ゲームみたいなのがあるんだけど、本当に嫌だったすっごく嫌だった。すっごい叫んだ、嫌すぎて。割とない、なんか嫌なんて。でもこの間のは本当に嫌だった。虫の吹き合い、あー、どうなんだろう。自分がやるってなったら結構嫌かもね。今絶対無理だろうけどね。そう、私この時間に配信してるのそんな新鮮かな。俺たち夜目にやる人だから、あんまりそんなあれかなと思ったけど。まだか。クリーム法あるよ、あるよ。あれネモスとかでわーってきた。チーム対抗のやつかな。このまま朝まで配信が見たい。死んじゃう私激辛がほんとダメ。辛いの食べますとかはほんとにダメかも。それは結構いつも言ってる。苦手で。あとあれがダメ、あのコンタクト、これがっていうのがダメで。私なんか結構今まで2回かな、頑張ってつけて、それもすっごい時間かかっちゃって、つけて撮ってみたけど、でも自分的にはみんなはすごいいいよって言ってくれたけれど、自分的にはその映りがあんまりつけない方が自分の良さが出てるなって自分的に感じちゃって、だからあんまり入れるのはとても嫌で。私はね、個人的な話ね。だから結構新曲もそのなんだろう、方向性っていうか、そういうのでみんな結構かっこいい感じのやつとかつけてるんだけど、まあ、単純にこう入れる作業が苦手っていうのもあるんだけど、私は結構入れない方が自分を素敵に見せられるんじゃないかって勘違いしてる人間なので、私はちょっと今回は入れてないんですよ。多分合う顔じゃないんだろうな私は。そうだから毎日さコンタクトつけてね頑張ってる人って本当にすごいなと思う。まあ、でそれがないと見えないっていうのもあるしね。メガネ派でもね、女の子的にはここに跡がつくのが結構ね嫌だなっていうのもあるし。わかんない、私視力っていいのか悪いのかどっちか忘れちゃった。めちゃめちゃ悪いわけでもないんだけどね。大学とかに行ってた時はさ、なんかいろいろ測ったりとかその一環でやってもらってたから分かったけど、いろいろな測定をもうしなくなっちゃったからわかんないもん、視力とか何なのか。ねえ、なんかこう大人になったら自分でさ自発的に検診とか行かないといけないんだと思って、すごくめんどくさい全然行ってないし。
もうそろそろ始まるっぽいので、なんかやってる。そうだよ、肉大好きな肉のぬいぐるみ、これ抱き心地がいいんですよ。ルフィが食べてさ、おお、そっち派ですね。私はやっぱりモンハンですね、このお肉を見ると。上手に焼けましただよね、やっぱそれだよね。マンモスの肉、あーそうじゃなかったっけ、あマンモスの肉じゃなかった、もちもち骨付きマンガ肉だってタグにそう書いてあった。始まってー、なになになって、みんな何が星になってるの、なになんかみんな NG ワード言ってるってよ。肉あ、肉食が肉食が NG になってるの、なんでそうだね、一緒にこうやって見るのめっちゃ久々だね。イヤホン使えば、え、あ、始まった始まった。イヤホン使うとなんかいいことあるの？カラオケの時にしか使ったことなかった。あ、いるよ、みんなわかる？ AKB じゃない子も混ざってる。ねえ、まさかみーさんが来てくれるとは。なんかすごいあれ見てたから、トークサバイバーをつい最近まで見てたから不思議な感じがする。あー、みんな可愛い。ちょっとやってみるね、これ。でもこうさ、勉強しないで来てくれってスタッフさんに言われて、本当に事前になんか調べることをせずに来てくれたみたいなんだけど、この回の収録が終わった後とか、もう粗品さんとかずっとみんなの名前をずっと休憩中とか回ってない時に、なんとかちゃん、なんとかちゃん、なんとかちゃんってずっと反復して一生懸命覚えようって、私たちのこと名前を覚えてくれよってすっごいなんか努力って言ったらちょっとあれなんですけど、こう距離を縮めるためになんか覚えよう覚えようってすごいしてくれてたのがすっごく嬉しくて、一人一人でその一日の最後ぐらいに、でもすごいなんか覚えてきてた頃になんかポロッと、でも次の収録この同じメンバーじゃないかもしれないんだよねみたいなって言って、うおーってなってたたくさんいるからね、メンバーね。私のことはベリンちゃんって覚えてくれた。でも次ったら忘れられてるかもなんかね、名札と一緒にそれぞれのニックネームとかもね、言ったらいいかもしれないね。ちょっとこの
収録の時お会いした時に髪が長くてびっくりした。どう、これ変わる？音変わる？私が喋ってる音どう？私喋っとる。語っちゃってる。びっくりした、いきなり自分が喋っててびっくりした。なんか気持ち悪いよ、なんか耳にあれしてるのが。ごめん、やめちゃった。あ、あ、ひどいひどい。確かにそうだね。もう見てる、今見てる人、あ、でもさ、 AKB 知らない方も今もし見てくれてたら、あの MC2 人と同じ知識量とあれでどの子かなって当てにいけそうだから。すっごい毛利さんいるんだよな、スタジオのこのパネルに。メンバーの顔貼ってくれよって今里美奈ちゃんが疑われてたの。あれ、この子はどうでしょうか。でも可愛いよね、みんな。ズキちゃんが珍しいことしてる。頑張ってる、ズキちゃん。みんなかわいい。ちょっと質疑応答からまずね。12番、ズキちゃんが疑われてる。12番、やばそう。なんで、なんで12番っていうの。私 KB、 だよ。月ちゃんは AKB やぞ、センターやぞ。当てられず。見れてない人のために言うと、今みんなここに、みんなひな壇にドワーって座ってて、名前がわからない状態、それぞれ番号がつけられてて、霜降りさんがいろんな質問を私たちにしてくれるんだけど、その答え方みたいなので偽物を見破っていくみたいな、そういう企画をやってる。もちろん私たちはその聞かれたことを経験談とかいろいろ本当のことを言えばいいんだけど、でも偽物として入ってくれてる子たちはちょっとそれっぽいことを言って
みたいなことで今見分けてる。でね、そのやってる子なんだよね、アイドルちゃんで。でこのために、あでもこの子はねちょっと後で発表の時に分かるから言わないとおくけど、すごい練習してきてくれたみたいで、偽物はこの中に4人混ざってる。偽物っていうか、ね、じゃない子っていうか、そっか、これさ本当に、ま、私たちは当然わかるけどさ、初めてこの番組を見た人にもさ、本当に偽物の4人が誰かわからない状態でこう編集の感じをなんか作って放送されてるんだね、視聴者には。あ、そうか、そしたら本当に MC2 人だけの時間になっちゃうか。なんか今の言い方ノブさんっぽい。怪しいの、あ、二人おるって。マオピョン。でもこれね、あのポジションによって全く振りが違くなったりもするから、ジャッジタイム。マオビョンが一番怪しく見えた。ダメ、そんなこと言わないで。かわいいなみんな。何か、そう今ねヘビーローテーションを、あのせいやさんが怪しいなと思う4人をメンバーの中から選んで、さらにそこからあのヘビーローテーションを4人に踊ってもらって偽物をあぶり出すということをやってて、4人の中に1人 AKB じゃない子が混ざってやってたんだけど、せいやさんはまさかのマホピョンを指名しました。また外しました。そして何かやっぱすね、すごい画面すっごい綺麗に映ってるね。マフィオ、マフィオ頑張って。ねえ大丈夫マフィオ。次なんだっけな、歌か。私やってない。今ね、会いたかったをやってますね。ナーミンちゃんが会いたかったって。ああ、
ー確かにユーナーが使われる尺の短さについて語ったあ今確かに。でもギュギュッとしてるかも。確かに私も最初話したやつ、なんか最初冒頭私話してたじゃん、エイトの説明とかしてた気がする。でもカットされてましたでめちゃめちゃ私喋ってるから、この子多分喋り慣れてるから違うなって言われて、私は怪しい人には選ばれなかった。今偽 AKB ちゃんが桜の木になろうを歌ってます。すごいせいさんめっちゃどれみたいな顔してわかる。あ、そうなんだ。みんなは分かってるから。で、誰見たん？かわいいんだ。下をキュン。かわいい。安定感、なるちゃん。え、でもこんなにギュギュッとするぐらいね、みんなが映るようにやってくれてるんだなって。頑張れみんな、かわいい。かわいいんだけどそうね、この曲あんまね、ライブであんま披露するね機会ももしかしたら少ないかもだしね。かわいいかわいいんだけども、もう全部かわいいね。かわいくない？あ、お前お前のサンサーラお前お題のサンサーラも本当天才だったよね。めっちゃかわいい。背負ってって言ってほしい可愛さだわ。CM すごいギュギュッとされてるな。今日はそうだね、誰が AKB かそうじゃないかみたいなのを1回目はやったけど、何分だっけ、30分ぐらいかなこれって。番組表ってどうやって出すんだっけ、これかな、これか。何分までだ。あ、ちょうど花で見えない。まあそんなこと気にせずに素直に見よう。え、あと何やったっけ、あれこんな
15分でも終わる？この企画。なんかライブのなんかとか入れるんかな。知らんがなっちゃう。そうっすよね。でもね、この企画は今ので終わりかな。腕時計外さないの。家ではずっとつけてる。あれがないの。大きい時計とか、壁にかけられる大きい時計とか、かけられなくて。お、ジャッジタイム。あ、のるちゃんが疑われてる。なんで？ああ、練習してきたと思われてるんだ。違いますよ。なるちゃんはこういう番組に出るとなると、こうなんて言うんでしょうか、塩らしくなるというか、おとなしくなるところが可愛いですね。あれ何やったっけ、記憶が。あー、失敗談とか。全部ひらがな表記。ドミナちゃんおもろだよね、本当に。こないだの千秋楽の時も本当意味わかんなくて面白かった、MC の時。さとみな先生。はい、かわいい。今偽 AKB ちゃんが話してますね。でもこれ嘘の話じゃないんだよね、これの。アイドルグループに所属しててっていう、作り込まれてるじゃないけど、でもアイドルとして活動としてやってることは同じだから、見抜けないよねこれは。すごいシンプルなエリーちゃんの。ナミちゃんのこの髪型かわいいよね。なかなか聞かない名字だな。ついに当てるか。お、ついに正解なるか。
雰囲気で合ってるのは確かに、確かにね、言われてみれば若干違うかもしれない。いい構成いい構成ですいちごピンクにやば、キュルンキュルンに可愛いね、それは丸亀製麺。この間初めて富士そば見た。今までも多分麺なんか視界には入っていたんだろうけど、舞台のセリフで聞いて、え、富士そばっていうのあるんだと思って、この間見て、お、本当にあると思って感動して写真撮った。これがあの富士そばかと思って。そうだから結構あんまなんか何本当に何言ってんのって感じで、あ、でも富士そばカレーありますよとか言ってたから、私分からずに言ってたところもこういうこと多いんですよね、終わってからいろいろ、あ、これってこういうことだったんだって終わった後に理解すること多々あります。そのお花見をしに上野に行った時にあった、富士そば見つけた。お、すごい、こんな CM、 そのすごい初めて見た。なんかキスバイエイトの、すごっ、こんな CM 存在するんだ、すごい嬉しいですね。あー、それやめて、それすごいわーってなる。おー、初めて当てました、せいやさんが。そう、ここでやっと出ましたけど、みんなアイドルをすごいしてる方とか、一番最初にヘビーロテ踊ってた子は何かし、あ、言わない方がいいか、これまだでも大丈夫か。上の台に座ってる子はアイドルグループ所属してなくてケーキ屋さんで働いてて、今回のためにダンスとかを覚えてくれたって言ってた。チューバーわかった、みんなはだって普段から応援してくれてるからわかるでしょ。チューリマンオーラが違った、もうそれはもはやバカにしてる。あ、ファンタビだ。ありがとう、ありがとう、みんなみんなありがとう、ありがとう可愛いって言ってくれた、12番をあずっす。ビールの CM もこない、え、そう、ビールの CM やってた、私ね、ビール
飲んだことないっていうか飲めないっていうか、飲んだことないのよビール。あ、これね。そう、なんかすごく苦そうと思って、うらーって感じ。ね、でもきっと飲めるようになって、美味しいって感じるようになったら楽しいんだろうな。今そんな急ぎそうなる必要もないのでもっと大人になったらきっとその美味しさとかが分かるのかなって感じだね。あ、出た。元カレですが流れとる。それみたいいじられた。それみたいこれから頑張るんです次がカーリングか。ああ、なるほどね。終わり？終わり？今次週の予告やってたよね。おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい面白かったねレミタン可愛かったね。お疲れ様でしたというか、まあ一回切りまして、こんな感じでございますよ。すごいさ、なんかみんなのことを、まあ、その一人一人の尺は、おお、なんかすごい、なんか緑が生えてる、ありがとう、なんか可愛いの、ありがとう。ちゃんとこの喋ったことをなかったことにはしてないから、それが愛を感じてすごい嬉しいです。何かやったり話したりしたことをちゃんとみんながちゃんと映るようにこうギュギュッとやって、なんとかなるべくたくさんの人がちゃんと画面に映れるようにっていう感じに応援してくれてたのが、収録行ってた身としてはそれが分かったので、すごく愛を感じて嬉しかったです。そうか、ごめんね、見れなかった方、今日なんやって感じだったかもしれないけど、てか私気持ち悪いね、この中にさずっと手入れるの本当に落ち着くの、なんかモフモフしてて気持ちくて。カーリングの見どころは、え、普通にカーリングが面白かった、うまい、普通にみんながなんかカーリングをして、なんかそれで押し出してなんか暴露みたいな企画だったんだけど、暴露しなくても普通にカーリングをゲームとしてうまく成立させちゃってる私たちがおもろすぎておもろかった成り立っちゃってたもん、カーリングだけで。普通に、あ、そういえば暴露のやつあったねぐらいにみんなうますぎて、そう、趣旨変わってきちゃうみたいなもん普通にね楽しかった。うん、趣旨も面白いと思いますよ。あー、なんかさちょっと怖くなっちゃった、なんか改めてこうやってテレビでみんなが映って可愛い顔見てて、私さ自分がその、うん、イチローさん出てきた時のやつがさ本当にもうなんか我を失っちゃうぐらいもうなんかなーってなっちゃって、あの顔めっちゃドアップで映るのかなって思ったら、すごいあのオンエアが恐ろしいです本当に嫌だ本当に嫌だ
に嫌だったの、その自分がやったやつが。大抵のことは平気私でも、それだけだから今後その罰なんかそれをやるってなったらそれ本当に NG にしようかなってぐらい。嫌だった、すごく嫌だった。その自分が嫌だなと思ってるやつがそこにあったら嫌だなと思ってすごい嫌だった。震えたね。でもなんかいろいろこう番組の名前が変わったり一緒に作ってくれるスタッフさんとか MC とかスタジオの感じとかは変わったけど、でもやっぱり毛利さんがいてくれてなんかいろいろねメンバーのことすごい考えてくれて、まあ、スタッフさんももちろんあの前からこうビンゴの時に盛り上げてくれた方も何人かいらっしゃるんだけど、やっぱりビンゴみたいなこうね、なんかみんなのことがよく分かるようなひな壇があってとか、チャンスがたくさんある、あのこの感じの番組すごい嬉しいですね。分かるね、バラエティ面白いよね。そうだね、長く続いてほしいねこれもね。あでもとりあえずまずワンクールね楽しくみんなでできたらいいね。いやいや今日はこんな夜遅い時間にありがとうございました、見てくれてありがとう。来週も見てね、おやすみありがとう、おやすみなさい。さらばまたね、じゃあね、明日はスモワルでお会いしましょう。あとは配信で、ショールームじゃないけどスモワルで、見てもらうか、その後のクロちゃんのやつもぜひぜひ見てください。じゃあねー。